小田原急行鉄道51系電車は、小田急電鉄の前身である小田原急行鉄道と、東京急行電鉄で使用されていた電車である。小田急の旅客車両の歴史上で唯一、木造車体を有する車両である。本校では、以下単に、小田急と表記した場合は、小田原急行鉄道を指すものとする。また、本校では小田急に入線後から東急合併後、 相模鉄道に譲渡されるまでについて記述する。開業当初の小田急は初期投資の課題や昭和初期の不況の影響もあり、経営は苦しい状態で従業員の昇給がなく株式配当も無敗の状態が6年続くありさまであった。1930年代後半になると沿線に軍の施設が設けられたこともあり、輸送需要は上向きとなったものの、 まだ新車を製造するだけの余裕はなかった。このため、1938年に、鉄道省に、車両払い下げの申請を行った結果、もは一計産両の払い下げを受けられることになり、入線した車両である。鉄道省の大井工場で両運転台に、改造の上入線し、単行運転から産両編成で運用された。しかし、木造車体が緩みがちで、また、 制御機器関係の故障が多く、ダイヤを乱すことが多かったことから、乗務員からは、ギャングと呼ばれ敬遠されていた。1941年には、全室運転台から半室運転台への改造が行われたが、同時に、窓の下に鉄枠で補強を行い、さらにその外側に鋼板を張るという簡易交代化が行われた。1942年には東急に合併された、 ことから形式がデハ1100型に変更され、全車両が改版された。改版後の車両番号は、元番号2050を加えたもので、例えばもは51であればデハ1101となった。1943年6月、大井町線が、二子玉川園から溝の口まで延伸されたことに、伴い、デハ1101、デハ1102は木川の線へ、デハ1103は、大井町線へ、 転属した。転属先の線区は、河川電圧は、小田原線の直流線5 0 0 v と異なり直流 600V であったため、高圧改造を行った。1944年には東急が経営を受託していた相鉄厚木線の電化に伴い、まず横浜と二股川の間で使用された。1945年5月にレハ1103が空襲で焼損し、 旧社となったが、残りの2両は、同年には、直流 1500V への昇圧改造が行われ、かつて東横線で使用された、気配地形ガソリンカーを改造した、区波1110型と連結して運用されていた。1947年5月末で、相鉄の経営委託が解除された後に、3両とも、正式に相鉄2乗とされた。相鉄では2000経営に編入したが、 うち二両は抗体化された。ありがとうございます。